一緒に頑張る、一緒に前に進んでいく。その分もダメだったな。そして何よりも辛いのは自分だけじゃない。その一秒一秒でどうにか楽しく過ごす、笑顔になれる、チャレンジすること、それをどっかで思い出して心がけてくれたりとか、僕らは機会になっていこうかどうかと言ったら、嫌なこともあったけど、それだけじゃないです。こうやって皆さんと出会えた、みんなと同じ時間を過ごせる、それはこの病気を与えてくれたものなんです。Thank you.